お久しぶりです。ビデオゲームです。先ほどですね、野上ケプータンの公式のツイッターの方から、案内があったのでお知らせしたいと思います。追加キャラクターパック第4弾のダッキが、10月13日に配信開始されるということです。もう今日が11日なんで、もう明後日ですね、はい、火、水、木、木曜日ですね、はい、13日の木曜日に配信が開始されるということです。で、まあ時間まででは書いてなかったんですけど、毎回ですね、午前中の10時に配信されるんで、10月の13日、明後日の10時に配信開始されるのではないかと思います。はい。で、ダッキーの紹介映像もですね、同時に、公開されておりますので、ぜひ見てないよって方は見てみてください。概要欄にリンク貼っておくんで、見てみてください。で、紹介映像を見て思ったことをちょっと話していきたいと思うんですけど、まずですね、ダッキーのモデリングについてなんですけど、まあ、初めに見て思ったのが、黒髪じゃないんだっていう風に思いました。ダキって初め黒髪で出てくるじゃないですか。自分は黒髪のイメージの方が強いんですよね。その、まあ、オイランの時とかも黒髪じゃないですか、ダキって。うん。なんで、自分が、まあ、ダキがディストされるとしたらこうかなっていう風にずっと考えてたんですけど、それがですね、まあ、通常時は黒髪なんですよ。通常時は黒髪の状態で戦うんだけど、強化した状態、全解放すると髪の色が白色に変わって、本気を出しますよっていう風に、ずっとその実装されるまで考えてたんですけど、そうではないみたいでしたね。だからルイとかって通常時白色の糸を使うじゃないですか。全解放すると手と糸が赤色になって強化されるじゃないですか。糸の色が変わって、あんな感じでダキも髪の色が変わったりするのかなってちょっと思ってたんですけど、そうではないみたいで、初めから強化された状態のモデリングになっておりました。これもこれでいいんですけど、クオリティは文句ないんで、まあ、はい、キャラクターモデリングについて思ったのはそれですね。まあ勝手に自分が妄想してただけなんで、それははい、そうなったらいいなみたいな、まあ外れちゃいましたけど。で、紹介映像の中ではですね、禰豆子と戦わせてるんですね、これ禰豆子がボコられてるんですけど、まず見て思ったのが、とにかくリーチが長い。まあそのダキってその帯で攻撃する鬼なんですけど、この帯をしならせたり、まあ刃のようにして相手を切ったりすることができるんですけど、帯の特性っていうんですかね、体から無限に帯を出すんで、通常攻撃でも帯を使ってるんですけど、この通常攻撃のリーチがね、めちゃくちゃ長くて、バケモン並みなんですよね。めちゃくちゃ長いですね。だから近距離戦でダキと殴り合おうと思ったらまず勝てないんじゃないですかね。ルイとかエムも通常攻撃のリーチがかなり長いんですけど、まあその部類に入るかなっていうふうに思いますね。だから近距離中距離に強いキャラになるのかなっていうふうに思いますね。攻撃が当てやすそう。まあ、地面の中から帯が出る技なんですけど、これ発動するときに特にダギが何もしてないんですよね。ダギが何もしてないにもかかわらず、禰豆子の足元から帯がバーって出て攻撃されるんですよ。なんでこれってもしかして通常の攻撃とかじゃなくて、その設置する系の攻撃なんじゃないかなっていうふうにちょっと思うんですよね。わかりますか？鱗滝の育ての知恵っていう技わかりますかね？ちょっとこれなんですけど、画面に今出しておきますけど、設置して、で相手が踏むと発動して、ダメージを食らわすよっていう技なんですけど、もしかしてあれ系の技なんじゃないかなっていうふうにちょっと思うんですよね。この紹介映像を見た感じだと、違うのかな。でもわかんないな。わかんないな。普通に攻撃かもしれんけど。まあ、設置系の技は今、鱗だけしか持ってないから、まあ、あっても面白いかなっていうふうに思いますね。ちょっと上級者向けになるかもしれないけど。あとは、この八重帯切り。これ特殊技っぽいよね、八重帯切り。範囲がめちゃくちゃ広いんで、その縦の範囲も横の範囲もめちゃくちゃ広いんで、これはかなり、攻撃が当てやすい感じになると思いますね。これも相手がサポートとか出して突っ込んできても、この八重帯やっとけばサポートごと蹴散らせそうだよね。この
だけ範囲が広いと。あと気になった技が空中に飛び上がって上から下に向かって帯で刺すっていう技、これは強そうですね。普通にこれは強そう、うん、使えそう、いい技そう、うん、いい技、これ絶対強い。多分カウンター技の部類に入ると思うんですけど、だから普通に相手が攻撃してきてもこれ使って上から刺してカウンターもできるし、相手が通常攻撃してきて、まあ、弾いてこのカウンター技で、刺すみたいな、そういう使い方もできそうなんで、これは強そうだね。うん、面白そうだき。とにかくリーチが長いんで近距離中距離ではめちゃくちゃ強いキャラになるんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、近距離中距離では無双しそうな感じ。紹介映像で遠距離攻撃が出てなかったんで、まあ、鬼としては珍しく遠距離攻撃持ってないキャラクターになるかもしんないですね。まあ、ネズコとかヨシロウとかも持ってないんですけど、もしかしてダキも、飛び道具もらえなかったかもしんないね。飛び道具もらえてないのかな。うん、まあでもその飛び道具ない代わりに近距離と中距離に特化したキャラクターになっているのかもしれないね。うん、まあ明後日には実装されるんで楽しみに待ちますか。あともう一個妄想してたのがね、ダキと牛太郎の共闘はできるのかなっていうふうに妄想してたんだけど、うん、やっぱ鬼は鬼で一体なんだね。ダキと牛太郎のセットは実装されないのかな。まあ10月に、まあ明後日ダキが実装されて、で11月の中旬におそらく牛太郎が実装されると思うんですけど、実は12月にもなんか来るんじゃないかなっていうふうに思ったりしてるんだけどな、来ないかな、ちょっと期待してんだよな追加のダウンロードコンテンツだから牛太郎とダキのセットになった鬼とか来ないかな。本来なら交代できないんだけど、まあ兄弟の鬼っていうことで俺たちは2人で1つだっていうふうに牛太郎も言ってるんでね、まあ、鬼なんだけどサポートしながら戦えるみたいなキャラクターが出てもいいかなっていうふうに思うんだけどな。あってほしいよね。ないかな、強すぎるか、それだとぶっ壊れちゃうかなちょっとぶっ壊れそうだよね、それだと。まあ強すぎるから、その交代には交代するには特殊技ゲージ2本使えますとか、追加のダウンロードコンテンツも出たら嬉しいなと思いますね。まあ遊郭編のストーリー編か、来るかね、わかんないっすね来てほしいけどね。ですね、で、まとめますとで、まあダキ、10月13日まあ明後日に配信開始されるということです。とにかくリーチが長いんで、あの近距離中距離では無双できるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。